実演混ぜまーす。ではどれでも構いません。1枚カードを選びください。こちらでいいですか？では皆様でよく見て覚えてください。絶対に忘れないようにお願いします。そしたらですね、こちら戻しちゃってください。はい、ありがとうございます。今からお客様のカード探していきたいと思うんですけれども、普通に探すってなるとなかなか難しいので、お助けの手を借りたいと思います。まずお助け1号、お助けこいつ2号で、お助け3号、そしてお助け4号はこいつでございます。まあ4枚のエースなんですけれども、こちらの4枚のエースを使ってまずお客様の選んだカードのマークを探していきたいと思います。マークは4種類ありますね。まずはこれスペード、そしてハート、そしてクローバー、そしてダイヤ、こちらも4種類、お客様の選ぶカードのマークも4種類のうちのどれか、まあそれは当たり前ですね。じゃあどうやって判別していくかというと、1枚ずつです。まずスペード、スペードのカードをこう下に回すわけですね。で、下に回して、もし一番上にスペードが来ていたら、お客様の選んだカードのマークはスペードじゃないっていうことがわかるんですね。じゃあ次行きましょう。次のカードはクローバーです。クローバーのカードも下に回します。もしこれでクローバーが一番上に来ていたら、お客様の選んだカードのマークはクローバーじゃないということがわかるんですね。そしたら次です。次はハートです。ハートのカードも下に回します。で、下に回して、もし上にハートのカードが来ていたら、選んだカードはハートじゃないということがわかります。ということはもう自動的にダイヤということがわかったんですけれども、ダイヤで合ってました。ここで違うってなったらね、元も子もないんですけれども、ダイヤは合ってた、よかったです。じゃあこのダイヤのエースを使ってちょんちょんちょんとおまじないをかけてあげると、デックの中である変化が起こります。見ると、あ、1枚のカードが表向き、そしてこれがダイヤのエース、ということはこちらのカードがあなたの選んだダイヤの9です。はい、では解説していきます。セッター何も必要ありません。まず1枚のカードを選んでもらったら、お好みの方法でデックのトップ一番上にコントロールします。やり方わからない方は概要欄ご覧ください。トップにコントロールしたら全体をひっくり返します。実際はお客様に見えないようなこんな状態でやるんですが、4枚のエースを抜き出します。まずこんな感じで見ていって、1枚、そして2枚、そして3枚、そして4枚こう見ながら、トップのカード何であるか確認しときます。マークだけ確認すればいいです。で、4枚とこのように取り出します。確認するタイミングはどこでも構いません。とにかく選ばれたカードのマークだけは把握しておきます。今回はダイヤだなと把握したら、エースを4枚取り上げてひっくり返して、トップ側に重ねて全体ひっくり返します。そしてこのまま4枚のエースを見せます。そして今回は選ばれたカードがダイヤでしたので、ダイヤが一番デックの近い側になるようにこんな感じにします。まあ赤黒交互にやる必要とかはありません。とにかく選ばれたカードのマークがここに来るようにします。そしたら4枚のエースを示しながら1枚のカードずらします。で、ずらして揃えながら5枚の下にブレイクを取るわけですね。おなじみの動きでございます。で、もしくは4枚のエースを示しながらこのように1枚ブレイクを取って、このまま重ねて5枚を取り上げます。取り上げたらデックはひっくり返してテーブル上にこの辺りに置いておきます。まずはお客様の選んだカードのマークを当てていきますと言って、1枚ずつ取って裏返して下に回していきます。クローバー、そしてハート、そしてスペード、そしてダイヤ、このように示します。これでお客様のカードが今トップに来た状態となります。そしたらダブルリフトを行うわけなんですが、どのようにやるかというと、親指中指でこんな感じでつまんで逆スプレッドですね。1枚1枚1枚取ったら2枚このまま取れますので、これを手前に倒しながらこんな感じでひっくり返すわけです。そしてこのまま揃えながら持ち上げて、またブレイクを保ちます。そしたら同じような動きでこんな感じでひっくり返します。もう一度やると、つまんだら逆スプレッド、そして2枚をこのようにひっくり返して持ち上げてブレイクを取ります。そしてもう一度持ち上げてひっくり返して、クローバーのカードをまず下に回します。演出は何でもいいんですけれども、下に回してもし上に上がってきていたらと言って、このようにひっくり返します。お客様の選んだカードのマークはクローバーでないことがわかりますと言います。そしたらこのようにつまんであげて、デック上にこのように重ねます。そしたら次もう一度同じ動きを行います。今度は2枚このように下逆スプレッドして、このダブルをこんな感じでひっくり返して持ち上げて、またブレイクを取ります。そしたらまた持ち上げて、またひっくり返して、トップのカードを一番下に回します。もしこれでスペードのカードが上がってきていたら、
お客様の選んだカードはスペードじゃないということがわかります。そして同じような動きでこのように重ねます。そしたらラスト2枚はトップのカードを左側にずらします。でここにダブルですね、全体をつまんで1枚だけをこのようにずらして、このダブルのカードをこのようにひっくり返して手前にずらします。もうあとは3枚しかないので、プルダウン等できる方は別に手前にずらさなくても構いません。で同じように持ち上げてまたブレイクを取ります。で今度はハートレスといって、もう一度このようにひっくり返したらトップのカードを下に回します。ここ厚み注意してください。でもしハートがトップに来ていたら、選んだカードのマークはハートじゃないということがわかります。そしたら今度はこのようにつまんで、ボトムの1枚だけをこのように一番下のカードですね、スライドさせます。右手にはこう2枚持ってる状態ですね。で2枚持った状態でこのまま先ほどと同じような動きでこのようにデック上に重ねます。これで手元にあるのはお客様のカードとなりました。この段階で選ばれたカードのマークはダイヤであるということがわかりましたと喋りながら、こう堂々と持ち上げて一度カットしてひっくり返しておきます。ではこちらのダイヤのエースでちょんちょんちょんとおまじないをかけてあげます。そうすると中で変化が起こってます。広げるとダイヤのエースが表向きになってます。ということはこちらのカードはお客様のカードを聞いてこちらを示します。ラストはキックバック現象的なものですね。セットもいりませんし、短時間で4つの現象が連続して起こるめちゃくちゃ素晴らしい手順だと思います。ぜひやってみてください。ポンチでした。あと補足ですが、最初にエースが選ばれた場合はカードコントロールしてますので、何のカードか把握できますので、別のマジックやるとか臨機応変に対応してみてください。